こんにちは、ゆるせみです。今回の動画は7月の家計簿公開ということで、家計簿の方を公開していこうと思います。ではですね、早速家計の状況から見ていきます。家計の状況なんですけど、私は32歳のサラリーマンで一人暮らし、地方在住をしています。家賃補助があるため、家賃自体は安く抑えることができています。借金はなく、自家用車を1台保有というような状況になっています。では早速ね、収入の方から見ていきたいと思います。収入はこちらになります。まず、手取り給与が 242,844円。手取り賞与が 425,695円。配当金が 7,176円。手取り家賃収入が2万円。YouTube 収益が 9,804 円。財布お手軽トレード。これがイーサリアムと日本円の自動売買なんですけど、2,198 円ということになっています。給与外の収入をグラフで表すとこのような形となってまして、4万円ギリギリ届かないぐらいが、お給料とか賞与を抜かした収入ということになっています。合計しますと70万7717円ということで、7月はですね、手取り賞与があったということで、結構ね、大きく収入が増やせたのかなということになってます。ではね、支出の方を見ていきます。支出は固定費変動費特別支出ということになってます。まず固定費、家賃は1万円。そして自動車保険が2450円。駐車場代が6000円。これが車にかかってくる費用になっていきます。次にですね、サブスクで D アニメストア、資産12、ボイトレ、Kindle Unlimited、Spotify ということになっています。次に特別費ですね。特別費、医療費が4740円ということで、7月はですね、7月末ぐらいにですね、コロナにかかってしまいまして、それで結構ですね、医療費取られたのよっていうところになっています。次に iPhone の修理代が9800円ということで、iPhone のですね、通話ができない状況っていうのが続いてて、さすがにですね、通話できないというと不便ですので、それをですね、修理してもらって、それが9800円ということになります。次に変動費。食費がですね、45172円ということで、前月よりも増えてるんですけども、これは外食が増えたことと、そしてですね、コロナにかかったというところで、結構スポーツドリンクとか、おかゆとかいろんなものをね、買って、それで結構食費が膨らんでしましたというところになっています。次に書籍が0円。本は何も買ってないというところですね。スマホ通信費が1117円ということで、不動産業者さんとの連絡とか、そういったところで通話をする機会が増えて高くなったよというところになっています。次に日用品が767円。次に娯楽費が6520円。これはいつもとあんまり変わらない感じですね。水道光熱費が7829円ということで、この月はですね、水道代が支払う月、2ヶ月で1回4000円ぐらい払ってますので、その水道代がプラスされてるよというところになってます。交通費が6940円ということで、ガソリンを2回入れました。次に飲み会代が6000円というところになっています。合計しますと12万2135円ということになりまして、前月の11万667円から増えているよというところになっています。収入から支出引きますと残金としては58万5582円というところになりまして、貯蓄率が 82.7% というところになっています。2023年の予算としては180万円見込んでて、7月まで終わって年間の予算の残りが53万7851円というところになっています。残りですね、8月、9月、10月、11月、12月ということで5ヶ月間を53万円で過ごせるのかというところになってきています。ちょっとね、難しいのかなというふうには感じています。で、こちらがですね、2023年収支のグラフというところになっています。基本的にはですね、10万円前後で生活できているのかなというようなところになっているんですけれども、10万円切りたいなというところが本音ですので、10万円切れるように頑張っていきたいなと思います。というわけでね、最後まとめなんですけれども、2023年7月はですね、収入が70万7717円ありまして、支出が12万2135円、残金が58万5582円というところですね。そして2023年年間の予算が180万円見込んでて、6月って書いてありますけど、7月ですね。7月を終えての残りは53万7851円というところになっています。今月はね、賞与があったため、貯蓄率はいい感じということになってますけれども、とはいえね、支出がまだまだ高いので、もうちょっと削れるかな。特に食費についてはもっと削れるなというふうに思っているので、削っていきたいなというふうに考えています。8月はですね、今のところこの動画を撮っているのが8月15日なんですけど、今のところですね、食費は1万3000円前後で来ているので、うまくいけばですね、もうちょっと節約できるんじゃないかなというふうに考えています。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。失礼いたします。